第2章、皮膚の健康に影響する書因子。第1節、服装や送信具。いつも体を包んでいる衣服や身につけている送信具も、健康に重大な影響があります。衣服や送信具は、皮膚の機能を阻害していることが多いのですが、このことが案外知られていません。衣服は、寒さや直射日光を防ぐために必要な人類の必需品ですが、 場合により皮膚の呼吸や発汗を阻害し結果的に血液の循環を悪くして健康を害する場合があることを知っておくべきです。A 衣服はなるべく着けない方がいい衣服は寒さや直射日光を防ぐ最低限のものを着用するのがよく余分なものを着ることは血液循環を妨げ健康保持に対して害がありますできれば裸で ななどは身につけいいでいるのが理想的です人間以外の動物で衣服を着ているものはありません体を押さえつけるようなコルセット下着靴下ネクタイ帯などはできるだけつけない方が皮膚のためにはいいのですできるだけ薄着で通気性がよく体を締めつけない少し大きめの衣服を着る方が 皮膚の機能を正常 B 衣服の素材は植物性繊維がいい衣服の素材は綿や麻の植物性繊維が一番よく絹や羊毛などの動物性繊維が次に良いと考えられますナイロンなどの化学繊維はできるだけ避けた方が健康にはいいのですこれは人間の体に直接触れる素材は でできるだけ自然に近いいいものがいいからです C 履物や帽子も場合によっては健康に悪い何気なく履いている靴もあまり窮屈なものや不自然な形のものはよくありません足には健康に重要なツボが集中しており足をあまり不自然な形で圧迫する履物は血液循環を妨げるため健康によくありません 窮屈な形の靴を使用すると足先がとがった形になる外反母趾のような足の変形を起こすこともありますまた通気性の悪い履物もよくありません水虫などの原因となります足の層を見て健康状態や運命を判定する宗教団体がありますがある程度の根拠はあるのです汚い足の人は健康とは言えず 従ってあまり長生きできなのは素人でもわかると思います。同様に帽子も頭の皮膚の機能を阻害します。このため帽子はひどく寒い時や直射日光の強い時のみに使うのがいいでしょう。T 以外に知られていないソーシングの害人間は衣服以外にファッションのためと称して手ュズ雑多なソーシングを身につけています。 ネックレスに始まりイヤリングブレスレット腕時計指輪ネクタイかつらなどいろいろありますが皮膚に直接つけるソーシングは皮膚の機能を阻害して血液の循環を妨げます東洋医学的に言えば気の流れを阻害することになります病気の時はできるだけこうしたものはつけないに越したことはありません 眼鏡やコンタクトレンズも必要なな以外はつけない方が無難です。眼鏡やコンンタクトレンズの使用は視力障害を固定する作用もあります特にコンタクトレンズは敏感な眼球の角膜の表面に密着するために角膜を物理的に傷つけたり角膜への酸素交換を妨害したりすることがあるのでできれば使用しない方が無難です 長期間コンタクトレンズを使えば必ず目の老化を早め害があります。E 化粧品や石鹸の害厚化粧することは皮膚呼吸を妨げます。また化粧品に含まれる化学薬品の中には毒性の強いものもあり毎日使用しているとかなりの化学物質が皮膚から吸収されることになります。病気の時は、 ななるべく化粧はしない方が賢明です風呂で毎日使用する石鹸やシャンプーもできるだけ自然の素材からできたものが皮膚にいい影響を与えます。これらの品物は自然食品の店で販売しています。石鹸やシャンプーの使いすぎはせっかく分泌された皮膚の油を減少させ皮膚の抵抗力を減弱させます。頭髪は 頭部の外傷の時頭を保護する大切な役割を果たしていますが長髪は不潔になりやすく病気療養時は短めの髪型が適しています男性なら丸刈りが適しています仏教僧が丸刈りにするのは禁欲を示すのではなく丸刈りの方が健康によく頭脳の働きもいいからですただし頭部外傷時には よりひどい傷を受ける可能性が高いので注意が必要です。先発もあまり式会に行うと頭皮を傷つけます。シャンプーやリンスの使用は3日に1回くらいにします。第2節、住宅や職場の環境住み慣れた住宅や毎日通う職場の環境も健康に大きな影響があります。空気が 排気ガスやタバコの煙などに汚染されていれば呼吸器から有毒ガスが入り人体に有害ですまた空気以外の住宅や職場の環境も皮膚を通して血液循環に悪影響を及ぼします騒音強すぎる暖房や冷房不適切な湿度不良な通気性はいずれも健康という視点から見て好ましくありません 住居の材質もあまり自然の素材とかけ離れた建築材料は好ましくありません。最近は建築と健康の関係も重要視されています。A 冷暖房は弱めに通気はよく。夏は自律神経がもともと暑いという状態に適応するように調節されているため極端に冷房された環境にいると。 冷房病という自律神経失調状態を起こすことはよく知られていますまた冬は自律神経が寒いという状態に適応するように調節されていますこのためあまり強い暖房の状態にいると寒さに対する抵抗力が低下しかえって風邪をひきやすくなります結局極端な冷暖房は皮膚の温度調節能力を鈍らせ 抵抗力を低下させます健康体なら衣服の調節で暑さ寒さを防ぐべきで冷暖房器具は特殊な気候の地方国所や国間の地域以外は必要がないかもしれません。しかし病気で体力が弱っている時は適度な冷暖房は必要と思われます夏は少し暑く。 冬は少し寒いと感じる程度に冷暖房を調節するのが理想と思われます。日本の夏はどうしても高温多湿な環境になりがちなので風通しにも気を使う必要があります。風通しが悪くては皮膚の機能に悪影響を及ぼします。B 電気器具など文明の利器の使用は控えめに。現在の生活は、 テレビラジオ、電話パソコン等の電気製品が周囲に充満しておりこれらの電気器具が発信する電磁波も場合により健康に害があると考えられています高圧電線が通る周囲に住む人はがんになる率が高いなどという報告もありますしかしこれらのことを極端に気にしすぎると現代では身の置き所がなくなり 人里離れた山の中にしか理想の場所はなくなってしまいます。あまり長時間テレビを見たり、携帯電話で長い話をしたり、一日中冷暖房の完備した部屋に引きこもったり、車ばかりに乗っていることは、皆健康を阻害することです。癌などの慢性疾患で動くことが不自由になると、テレビばかり見ていて療養しているつもりになっている人が多いのですが、 これではますますがんは治りにくくなるでしょう。体力の許す範囲で適度な運動をする必要があります。C 住宅環境住居は日当たりと風通しが良く周囲が静かで植物に囲まれ空気のきれいな郊外であまり交通量の多くない場所が理想ですがこのような環境に住める人は少ないと思います。農村でも 大量の殺虫剤や農薬をまいているような農地に隣接した住居は良い環境とは言えません。住宅の材質は今まであまり問題にされませんでしたが最近は薬品処理した新建材が出回るようになりこれによる健康被害が増加しています。木材ないし自然の石材からできている住宅が理想的と言えます。新建材は コストが安く長持ちし火災やシロアリなどにも強いので最近使用が多くなりましたしかし思わぬところで健康を障害する事例がありシックハウス症候群と呼ばれています安いからといって新剣剤に飛びつくことはやめた方がいいでしょう新剣剤からは環境基準以上のホルマリンが検出されることもあります ホルマリンには発性がありますその他接着剤からはトルエンやキシレンまた木材保護剤防ーアリ剤ビニールクロスなどの化素剤などからも有害な化学物質が出ることが分かってきました最近の住宅は密閉性がいいためにかえって有害化学物質が住宅中の空気に停滞しやすいのです病気療養のためには 新建材を多用した新しい住宅はよくありません新築の住居に移ってから目がチカチカしたり頭痛がしたりするようなら新建材から出ている化学物質が原因である可能性もあるので注意が必要ですまた住宅の換気すなわち風通しも健康維持には重要と思われます真冬でも定期的に 部屋の空気を入れ替えることが必要です中国では風水という学問があります。これは土地の持っているエネルギーを推測する学問です。古代中国人は大地は人体のように生きており気というエネルギーを持っていると考えました。良い気を持つ土地に住めば健康になり一族が子孫孫相繁栄し,し,そんそんし逆に悪い気を持つ土地では 病気やや災害などの不幸を受けけすすいといとうわけです風水は大地の持つ木のエネルギーの状態を把握する技術を持っておりこの技術により住む土地家の構造墓の位置や構造仕事をする場所などを決めていたのです日本でも平安京京都や江戸東京は風水的に見て理想的な土地に作られた街です 神社や寺院など聖域とされている場所で見上げるような大木が生えていることが多いのは地の持つエネルギーの高い場所に神社や寺院が建てられたからです右の図は風水の守護神である四神の玄武青龍、朱雀白虎を示します土地の持つエネルギーは病気の療養にとっても大切ですいくらいい治療効果を願っても その土地の持つエネルギーの状態が良くないところでは人体の免疫力も低下して良い治療効果は望めません病院という場所は風水的に良い場所にあることは少なく病人や死んだ人の不健康な気に満ちていますまた消毒剤などの有害化学物質や薬剤耐性を持った細菌などが充満しており 静かに療養するには最悪の環境と言えます入院などはできるだけ最小限度にして自宅療養をすべきです自宅の環境が良くないと思うときは可能な限り良い場所を選ぶようにしてください自宅の周囲に荒れ地が多いとか大都市の真ん中とか犯罪や事故や精神異常者が多いというような傾向があればできることなら 療養の場を変えた方がいいでしょう。